90杯行くと変な汗かく。チャレンジクラスと全日本の違いかな。熱血土屋塾よっ。オープニングっぽかった。オープニングっぽかった、ね、いやよかったです。はい、というわけで新企画でございます、はい、熱血土屋塾ということで、僕らの師匠でもあります、はい、土屋さんに、ヤマドゥをちょっと早くしていただこうかななんて思っております。新井ひろきをやっつける企画。そう大丈夫ですか。あの夢は大きくいきたいと思いますので、はい、なんだかんだ言ったってこの男がさね、こいつの友達がまさかグランツーリスモで世界チャンピオンになるなんて誰も思ってなかったわけだから夢はでかく持った方がいいんだよ。確かにですね、世界チャンピオンですからね。 FIA 呼ばれてるわけですもん ね。でこの間のなんかラリーで15台中優勝でしょ、初めて出て。そうです、はい、そしたら次はもう全日本でしょ。全日本行くの。全日本土屋さんに言われたからに確かにいけないですね。あ、じゃあ、はい、全日本で戦えるように特訓ぜひよろしくお願いします。というわけで今日使う車はこちらに用意してあります。スイフトを使って、はい、山中さんの腕前をまずは一度土屋さんに見ていただいて、でそこから改善点を教えていただいて、うん、さらに運転を上手くなろうということで、今日進めて いけたらなと思っております。これはスイフト度には絶対見るな確かに。今回ですね、実はこの車はあの、うん、アヘッドの新しいデモカーのベース車として実は、はい、持ってきてまして、まあ、まだこれから見つめるところであるんですけれども、はいはいはい、まあ、土屋さんにもぜひ最後方向性もお伺いしながらですね、はい、この車にちょっとベースでやっていきたいと思います、はい、ではそれでは早速行ってみたいと思います。よろしくお願いします、はい、軍災を走るコツというか、まあ、足だな。足で決まる。足で、うん、硬い足を絶対速く走れない、はい、ギャップがすげえからさ、はい、ギャップを吸収できる足じゃないとダメだな、うん、だけどロールストローク増やすとロールオーバーになるし、はい、そこが難しいところだよ。うん、このスイフトの走らせ方は、まあ、FF だと思うんですけど、うん、まあ、車によって違うよな、足、うん、足のセットで全然車の運転が変わっちゃうし、はい、デフも全然こう、じゃあ何のデフ入れてんのっていうイニシャルの書き方で全然変わるし、はい、同じ車でももうデフが違う、メーカー違ったら全然違う。ここは 70-80% で走ると楽しいよ、うん、でも 90% 行くと変な汗かくよ。変な汗、うん、100で行くと生きるか死ぬかだな、はい、今まで100で行ったことって何回ぐらいあるんですか。自分の車以外はない。自分の車以外はない、うん、自分の車はやっぱり自分でやってるから、はい、分かってるから 100% 近くで行く。うん、人の車は 80% 以上行ったことがない。なるほど。すいません、じゃあお願いします。はい、お疲れ様でした。めっちゃ短い。短い。短い。あらー。短いですね。じゃあなかなかそのヤマドゥの癖とかまではわからない。まあわかるよ。ハンドルで曲がるやつだな。ああ、なるほど。タイヤを潰して曲がるんじゃなくてハンドルで曲げようとしてるなって、うん。その点に関しては、いやその通りだと思います。はい。そうなの？はい。そうですか。はい、そうです。曲がりました。ヒロキは遠すぎるな。ヒロキはちゃんとタイヤを潰してコーナー入ってくの。ヤマドゥはハンドルでこう車タイヤ任せ。ヒロキは荷重に対してタイヤを潰してタイヤの接地面積を稼いで入ってくから、うん、その辺がやっぱり、うん、チャレンジクラスと全日本の違いかないやまだまだ全日本の壁は遠いですかね。やめた方がいいチャレンジクラスで10回ぐらい優勝して、ね、練習してタイヤを潰すってこういうことかなって分かってきてからだな、
じゃあ今度は土屋さん運転で、でヤマドゥが横に乗って、そのじゃあタイヤを潰すっていうのを少し横に乗って勉強させていただいて、はい、次の、ヒントに、はい、っていう感じで大丈夫ですか。いいよ。はい、じゃあそれで行ってみましょう。なんだこのブレーキ。こういうこと。はい、あの何もかもが違いました。タイヤを潰すっていうのはこういうこと。はい、これもう全部もう最初から最後まで全部違いました。タイヤと車の最大限のパフォーマンスを出してあげること。はい、ヤマドゥは車とタイヤの性能だけで曲がろうとしてる。はい、土屋さんの横に乗ってみてどうでしたか。いや、もうあのスタートした瞬間からもう全てが違いすぎて、はい、そのまあ、土屋さんに、まあ、今回初めて乗っていただくじゃないですか。それでやっぱりこう土屋さんってやっぱすごいんだなっていうのを改めてこの軍祭という場で経験させていただけるって、こんな貴重な機会ないなと。土屋さん本当にありがとうございます。すごくはないの。いや、すごいです。みんなレーシングドライバーってタイヤを潰してコーナーに入ってくる、うん、プロはね、はい、アマチュアはエイヤーで車とタイヤのポテンシャルだけで曲がろうとする。プロは車とタイヤのポテンシャルをどこまで引き出せるかっていうのがプロ。タイヤをしっかり、例えば235のタイヤを235ちゃんと使ってないから勝てない。235をちゃんとコーナーで接地面積を増やしてやって、それをヤマドゥは235を185にしたり205にしたりしてコーナー曲がってんの。だから常にその235のタイヤを使い切ってこう設置させ潰して、ずっと潰して、絶対潰して、潰しきってるっていうのはできない。入り口から出口まで。どっかでこう抜ける、車って。その抜けを少なくするのがプロ。まあ、ヤマドゥはまだ何年もかかるな。まあ、これからこの熱血土屋塾で少しずつでもね、はい、まず運転スキルを上げて、はい、いつかは、長い目で見ても、いつかコドライバーのヒロキに挑戦できるような。はい、夢は大きく。はい、夢を大きくね、はい、一番はさ、タイヤを潰すっていうのは内圧を上げないことだよな。うん、1.8 ぐらいで運転してるとこうぐにゃ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 するから、そこから覚えていくの。そのぐにゃぐにゃしてるのをぐにゃーっといって潰しきってるかなっていうのを覚えるので、それが覚えたらだんだん内圧を正常に戻していく。タイヤのたわみを感じるって感じですね。そうそうそう、僕もそうです。ねえ、だけど 86BRZ のね、あのプロクラスで優勝するっていうのは本当すげえことだよ。ありがとうございます。あれだけの GT ドライバーが出てるのに、これ GT ドライバーじゃないからね。今ももはや、ね、だからあのメンツで勝てるってすごいことなんだよ。ありがとう。だからそういうこと、ね、タイヤのサイズなんかみんな一緒なんだから、その中でタイヤをうまく使ってるやつが勝てる。まあ山口はまあしばらく全日本は無理だな。チャレンジクラスで頑張りなさい。頑張ります。まあ、引き続きこの土屋塾で、はい、はい、じゃあ山津は腕を磨いて、はい、いつか全日本ということで、はい、引き続き頑張っていきましょう。夢は大きく、はい、はい、頑張ります。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。
車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。